山ちゃん、バスガードミッドズの白木山大輔です。今日は、なんと、このチャンネルも1年半ぶりですよ、ね、あ、そうですね。ついに、僕はラジオでモノマネばっかりやってるんですけど岩崎さんがついに出てくださいました。というか、僕は来ました。そうですね。ありがとうございます。わざわざ、はい、多分僕の方のチャンネルでもね、スパーリング映像が流れてると思うんですけど、まあその後でもこのちょっとテクニックということで、はい、はい、お願いします。今日はちょっとなんか僕が岩崎さんと1年半ぐらいちょっとご無沙汰していて、はい、でスパーリングした時にまずすごいびっくりしたのはニースラがすごい進化した。おお、ニースラです。得意です、ね。そう、あのニースラが、はい、いつもはこう肩からいくパターンです、ね。はい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 。こういう体格の。はいはいはい。それを一個なんかめっちゃ新しい動き入れてるんですよ。はい。それが全く読めなくて。うんうんうん。これをちょっとすみません説明していただいて。わかりました。はい。はい。あの新型のやつですね。ちょっと寝てもらっていいですか。はい。はい。まあちょっとわからない人もいると思うんで、ちょっと旧式のやつちょっとやりましょう。旧式のやつのニースライスっていうのが体格のパンツを持ってここを寝かしながらここのこうやって膝上に乗せていってここをこうやって掴みに行ってこのままニースライス抜いていって押さえる、まあワンサイドパスっていうこういうワンサイドパスとニースライスを混ぜたっていうのが旧式で得意技として1個あったんですね、うん、でもまあこれ使う用途としては相手の組手を全部ちぎって距離があるときに相手がこうやって待ち構えててくれてるのに対してここ持って一気に飛び込むっていうのがこの旧式のミニスライスの強みで、まあ何が強いかというと足回しが入んないんですね。これやっぱこっち側からとかっていくとここに足が乗せられてミニスライスが止められてっていう風になっちゃうんで、まあ、そうならないようにもう最初からこっちの手を乗せるところをなくしちゃえっていう話でここ持ってこういう風に詰めていってこういう風にパスしていくっていうのがまああったんですね。でこれやめた理由はやっぱりがっちり組まれる相手に対して強くない、うん、だから使うタイミングがなくなってくる。で離れたらこれが来るって思われちゃうと結構防がれちゃう。なので、新型にしました。でその新型のやつは組まれててこう組まれててでこっちに相手がやっぱこう足とかこうやってぶつけてきたりとかしてこうやってまずニースライスとかこう止めるのにニーシールとかで結構フレーム作ってやられるんでこうなった時に相手どっちでもいいんですけどこうやって持ったらちょっとこうやって相手の方に顔面向き直るみたいにしてちょっとこうやって開くんです。うん、で開いて入れると体がこれだけどなんか説明とかだと、はい、足でってなんか体みたいになってますよね。あ、そう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 、なんか顔をこう体を切るスピードで足を弾いちゃうっていうのが、まあ一つですね。めっちゃ軸が乗ってるんですけどなんかこれいろんなことに応用が効くんですね。例えばニーシールドもこれで弾けます。で、まあ、どうなりゃいいかって言ったらこの蹴られてるすねが僕の体からちょっと離れるんですよ。こうやってこうやって、はいはい、離れたらもう入るんで、うん、これがすごいっすよねこの開いて入るじゃないですか、はい、で、はい、例えばここからの、はい、まあこのパスの凄さも一つなんですけど、はい、後処理がかなり、あ、そうですね、確立してますよね。そうですね、回っていくんで、はい、ここを切ったらもうここで止まんないですね、はいはいはい、ここで止まらずにもうこっちまで回っちゃうんで、あー、髪まであえて。そうですね、あ、これがちょっとその嫌なんですよ。もうなんかこっちの圏内の足がもう、はいはいはい、害になっちゃう、はいはい、余計ですよね。で、大体この勝負になると足回しって言うんですよ。はいはいはい。こうバーンってこう回して足回しって言うんでここでもう一回勝負、あ、ここでもう一回勝負するからこう戻ってあ担ぎとかになるんですね。もう一回担いでるってことですよね。そう、これをこう入ってわざわざここ入ったらもう一回左やっとしてる。そう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 これはだけど一発目でだいぶ
ふるいかけられますよ。あ、そう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 、まあ、だいたいその 80% がパスタでね、うん、ここの紙でだいたい押さえる、残りの 20% で最後です。そう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 、追撃する。これはね、はい、やばい、これはいや、これだけがもうだって分かってたんですよ、うん、1本目はまず、はいはい、なその最初の仕掛けが全く分かんなくて、はいはいはい、なんかすげえ早く2本目で読めるんですけど、はい、この岩崎さん の, あの膝の開き方が、はい、全然あの何ですか、あのわざとらしくない。あ、はい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 、ちょっと自然の、要は変な話、多分このターンの一環開いてるぐらいの、ね、そうですね、そうですね、そうですね、あのイメージだと、あのあれです、こっちに開いて背を行くような感じです。あ、これっすね。そう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 、開いてな、それか、そうだから反動があるみたいに見えるんですよ。はい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 、はい、だけど気づいたら足開いちゃってるから、そうです、ワンテンポ遅れちゃう。そうですそうです、だから寝てる中でも崩してるっていう感じですね。はい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 、いやこれはね、うん、あのまあ全大変な話あれですよね、大体その充実以外でも全部応用できますよ。あ、そうですね、見てみよう、うん、うん、確かにこれはね簡単なんですけど、あの岩崎さんの凄さっていうのは多分その軸で開くのと次の段階がめっちゃ早いから。いや、まあ、久々に開いて打ち早いっすよね、うん、いやいや久々にあんな早い動きしたっすよ。いやいや疲れた。もうね、あのすごいっすよ、波が引いてからガッてくるのがめっちゃ早いんで。そうですね、まあでも柔道ではそういう人たまにいるじゃないですか、まあ、柔道っぽいんですよね。はい、なんか柔道にとってあんまり緩急のこのこのなんて力のスイッチオンとオフのこの使い分けがあんまりないですよね、まあ、ある種よく言えばあの一定ですよね、うん、ミドルパワーで一定だけど、岩崎さんは割とあのミドルなんだけど来る時だけすげえ抜けてるすっと待ってるから。うん、そうですね、これね、うん、やばい。いやいやいや、よろしければねお近くの道場でマジで白帯相手に試してどんどん使ってください。はい、よろしくお願いします。今日ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。はい、ね、まず前の動画では多分僕はボコボコにされてる動画が上がってるよかったら、それも見て、ください、あと、はい、よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。